はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、プレステ2のですね、ワンダーボーイコレクションというか、セガエイジスのね、ワンダーボーイコレクションというのが出てまして、セガのね、結構、セガでは有名なね、アクションゲームシリーズがいっぱい出てますけどね、このワンダーボーイシリーズの、このコレクションね、こちら、ワンダーボーイとね、こちらワンダーボーイ。まあ、元祖ですね。で、これ、まあ、モンスターランドね。ワンダーボーイモンスターランド。これアーケードのね、作品ですけども。これまあ、これもアーケードですけどね。で、これまあ、モンスターレアね。これはワンダーボーイ3ですね。これ、まあ、シューティングみたいな感じのね、やつで。で、これは、モンスターワールド2ね。これもワンダーボーイシリーズで。これ、ゲームギアかな？か、セガマーク2かどっちかだと思いますけどね。これは、まあ、モンスターワールド3ね。これ、確かメガドライブだった気がするんですけどね。はい。一応ね、全部入ってるんですよ。これもメガドライブですね。モンスターワールド4ね。これ、ワンダーボーイシリーズですね、これね。これをね、ちょっとね、この中からね、今日はね、この元祖ね、このワンダーボーイね、こちらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。なんかちょっと試してみようか、いろいろね。こっちでやってみようか、一回。これどんなんやろ。これ SG 旋盤ね。これ多分ね、あれですよね、うわ、全然違うやん。全然ちゃうやん、これ。これすげえな、絵が全然。すげえ感覚。SG 旋盤。なんかでも、変な感じもするけど。このスクロールがなんつうのかな、チラチラした感じがまたちょっとね。なるほどね。なるほどね。すごいな。音楽も全然違うしね。アーケード版と音楽も違うしね。ステージ構成は同じなんかな。あ、でも違うな、微妙に。こんな階段なかったもんね。しかも敵突然出てくるしさ。うおー！突然すぎるわ、これいくらなんでも。ああ、そうだ。操作性悪いわ、これ。なるほどね。これね、初めてやるわけじゃないんですけどね。ああ、なるほどね。面が全然違う。なるほど。これは分かりました。今度はね、このマーク2でやってみますか。マーク3か。マーク3版ね。こちらでやってみますよね。スーパーワンダーボーイになってる、タイトルが。スーパーがついてる。あ、これは似てるね、アーケード版に。あ、これ似てる。忠実に移植されてる。これは。ほぼ同じやんか。アーケード版と。これは忠実に移植されてる。確かに。スーパーワンダーボーイってタイトルになってるけど。これはね、いい感じの移植ですよ。これはね。ほぼ完全移植ですよね。見事ですね。SG 旋盤。SG 旋ちゃうわ。セガマーク3版ね。いいな、やっぱりな。あ、しまった。ここが、やっぱ多分ボーナスステージはないよね。やっぱりね、ないよね。なんかジャンプが低いな、えらい。ジャンプ力が。ジャンプ力低いな。あ、こっからか。ほら、ジャンプ力低いんですよ、なぜか。ボタンが？え？これ以上高くならないんかい？ジャンプ力。あ、今上がったやん。え？これ AB ボタンなん？大ジャンプ。そうなんや。AB ボタンで大ジャンプなんや。まるでテクノスジャパンや。テクノスジャパン仕様なんや。すげえな。AB ボタンか。
なるほどね。これ無敵ですね。そういうことか。おりゃ。よしよし。そうか。だからさっきあの、アーケード版やった時にジャンプ力、なんか小さいなと思ったよ。あ、危ね。危なかった今。そういうことか。あ、やばいやばい。危ね、危ね。怖いな、これ。よし、クリアした。いや、でもよくできてるわ。これね、これもまあ同じくね、姫を助けに行くという話ですよね。あ、これ、まあ取ってもいいけどな。低いジャンプでこれやるの怖いんですけどね。ちょっと待った。なんか、あれやわ。えらい縮小されてしまった画面が何でか知らんけど。これね、あれなんですよ。画面サイズね、勝手に調節しよるんですよ。このテレビが、ボケがな。ボケテレビがほんまに。調節せんでええがな、勝手に。おい。あ、やばい。そうか。だからか。AB ボタンのジャンプで やった方が、あそこはいけるんよ。だから難しいんや。なるほどね。で、高すぎるところもあるからね、ジャンプ力は。これね、逆にね。逆に高すぎるときあるんで。あ、しもた。これね、操作性に問題あるな、このゲームな。もう一回やってみるか。操作性に問題ありますな、これね。満足の操作性で、こう言うたら進められないというかね。高橋名人の冒険島みたいにね。それ大きいね、これね。ああ、やっぱりやりにくいわ。このコントローラーじゃダメやわ。プレステのコントローラーじゃダメですね。あかんな。やっぱレトロゲーム用専用コントローラーね。やっぱり、ちょっとね、下に置いてあるんですけど、それ使った方がいいわ。このコントローラーじゃちょっとな、具合悪いな、これな。病気みたいな、もう病気持ちでやってるようなもんですよ、ゲームね。今度コントローラーでやってね。だからね、コントローラーのね、あの、ほらほら、こんなん、無理やん。こんなもん、操作、こんな操作じゃあかんよ、これ。左利きでゲームやってるのと同じやで、これね。右利きなんですけど、左でゲームやってるようなもんですよ。それぐらい操作性悪いんで、ほら。これじゃあかんわなぁ。さすがに無理やな、これな。ゲームギア版やってみましょうね。